キビ国際大学、同地にいました、純正短期大学、純正短期大学、現、本学短期大学部、1967年開学。2010年本学短期課程として、併合を実質的な前進とする。前進校の開学以来、高橋市を中心とした岡山県内を拠点に、教育活動を展開していたが、2013年4月に、兵庫県南淡路市、 淡路島に地域創生能学部を開設した。同地に存在した殉承短期大学及び殉承高等看護専門学校の実質的な上位校として1990年に開学した大学である。ただし、同法人運営による先発校である殉承学校、特に中途併合となった短期大学部旧殉承短期大学について、 これを運営の期算に加えた場合は、改革が1967年となる場合もある。社会学系と看護学、医療系を中心とした学科構成を持つ。これは発足当初において、保健学、保育学、看護学系学校であった、順小学校の上位校として設立されたためである。ただし、現在においてはそれにとらわれず、 社会において求められる学問を提供する場として文化学や農学など幅広い学科構成を構築している。また、2014年に岡山市北区奥田にある岡山キャンパスに開校した外国語学部外国学科では2年次以降に海外留学を必修としている。米国やドイツなどを含め60校以上の協定校と交換留学、または海外実習を義務付けている。 機備を冠する大学が、本学の他にないためか、通常国際大学の略称として、代表的な名称である、国際大はほとんど使われない。また、高橋キャンパス内の隣接する敷地には、巡小高等看護福祉専門校と機備、国際大学短期大学部、旧巡小短期大学が設置されており一体的に、運用されている。運営は、学校法人巡小学園。 大学名は、君の国より、国際的な人材を羽ばたかせる意図により名付けられた。なお学園名、殉承学園の由来に関しては、短期大学部の項目を参照すること。同法人運営であるため、直接の源流となる、殉承短大、本学短期大学部と同様に、学生一人一人の持つ能力を、最大限に引き出し引き伸ばし、社会に優位な人材を養成する。 見学の理念として掲げている。実質上の不設校である、順庄校未も同じ理念を掲げている。1990年の開学より2013年度まで中国地方で唯一社会学部を持っていた。社会調査士や社会福祉士示人用資格などの専門資格が取得可能である。東大学は典型的な地方大学の特徴として、 事件やその周辺各県の出身者の割合が多い。また、近年、少子化による日本人学生の減少で留学生の割合も年々増加している。特に社会学部の国際社会学科とビジネスコミュニケーション学科は学生の過半数が留学生となっており、それら学科では日本人学生の方が少数派である。その留学生の出身地は中国、 台湾を含めてが9割近くを占めており、ついで、韓国や、その他の国はほとんど在籍していない。学生に占める、下宿生の割合は74%と高く、その中でも高橋市に居住する、下宿生は90%に及ぶ。これは最も近い総社市でさえ JR 白尾線で23分から32分、かかることや、山間部に位置する高橋市の隔離性などが大きく、 影響しており、実際に高橋市の総人口2005年国勢調査に占める18歳から22歳までの年齢別人口は中山間地域としては異例の10.0%、全国平均5.6%であり2005年時点の旧高橋市全体が東大学を中心とした学生の町であることが現れている。大学全体での男女比は 男子が56%とわずかに多い。ただしこれは学部、学科別で大きな差があり、社会学部、保健科学部、理学療法学科、社会福祉学部、健康スポーツ福祉学科、国際環境栄学部は男子の比率が70%から80%と多い傾向にある。社会福祉学部、 社会福祉学科と心理学部は男子の比率が五十六点一パーセントから六十一パーセントであり男子がわずかに多い東大学の平均に近い男女の比率がほぼ同率なのは社会福祉学部、子ども福祉学科と文化財学部であり男子の比率が四十六点九パーセントから五十パーセントである逆に女子が圧倒的に多い学部、学科も存在し保健科学部 看護学科、作業療法学科は、女子の比率が74.2%から84.1%で、ある。通学生、通信生、上気のほか、九州保健福祉大学大学院、通信生連合社会福祉学研究科社会、福祉学専攻博士、後期課程に参加。キビインターナショナルユニバーシティインターネットの頭文字がキウイであることから、 果物のキウイをイメージして作られた架空の鳥、キウイバード、キウイとは異なるをマスコットとしている。入学した学生をしっかりと教育し、社会に優位な人材として国内外に飛び立ってほしい、という願いが込められている。なお女子サッカー部も、これをマスコットとしている。スクールカラーはネービー、世界地図ないしは、地球儀をイメージした、軽度、井戸の実を記した楕円。 モルワイデ図法内紙は、ハンメル図法のイメージに近いの中に図案化された、キウの文字を配する。また、楕円の下にはこれに沿う形で大学の英称である、キビインターナショナルユニバーシティの文字が記される。短期大学部も、同一のカレッジマークを使用している。シチバスストップ、陸の港西岸から、徒歩15分。シチバスストップには、神戸方面。 四国方面からの高速バスも停車する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。